いやちゃよ。ライジョンですので今日もやっていくんですけど、今日はね、元祖、ペッカ工場使っていきたいと思います。ですね、最近はねやっぱトリトンが流行りまくって、いうのはねちょっとスタメンから外れてしまったんですけどね、初期のペッカ工場は強いのということでね、まだ強いの使えるのということで、使っていきたいと思います。ということでいきます。よいしょ。はい、なんですけどね、まあなんだろう、トリトン型に比べてしまうとやっぱりそのトリトンがねまだまだ強いので、やっぱトリトン型に比べるとちょっとねまだあれかなっていう感じではあるんですけど、まだ全然ね強いよって、まだまだ強いよって感じ。あとね、そのトリトンのレベルが上がってない人、俺のねこの動画を見てくれている人で多分トリトンのレベルがなくてユーノを使ってる、まだユーノっていう人がね多いと思うんですよね。なので、はいはい、ってことはこれギャングしかないので、ウッドかな、ここら辺。まあ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 といったところですかね。いやーちょっと攻めすぎたかな。よいしょ。これギャングしかなくて延命ができないと思うので、これガン回ししてかな。これ相当相手めんどくさいと思いますね。で真ん中ギャングかな。お、エリがない。よいしょ。オッケーオッケー。まあまあそこそこ削りましたね。でこれにナイトが出てくるので、やりゴブだけ。ああ、受けられなかった。か、プリンウッドですね。でプリンウッドが来たら、あ、オッケー。それで一回多分、一エリ失ってても相手はそのナイトを使わないでね、陸受け温存したいっていう、意志の表れかなと思います。で、これ、ケツペッカするとね、ギリ2倍タイム入って多分、今、インフェがないんでね、ペッカで攻めたいんですけど、ギリ2倍タイム入っちゃって、なので、よいしょ。これペッカしてあげてね、そしたらナイトとギャングしかないので、ギャングが来たターンに、まあ、ザップ打ってあげると。よいしょ。ワンチャンロケット来るけど、よいしょ。OK。うわ、うまい！それはうまい！あ、俺の方がうまかったわ。OK、OK。で、3が5で、これ、自陣に入れてあげない感じでね。いや、うまい、それは。ちょ、待って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 。待ってって！ちょ、さ、ゴースト無能すぎん？俺の。どうした？やばいやばいやばい。で、またプリンセスとかが来るかもしれない。ケツペッカーですね。これ多分ね、次のバレルが守りきらんと思うので、やっぱロケットで落とされちゃうんですよ。多分そうなると。よいしょ。あ、これは守れる。これね、ロケット圏内入れたくないんでね、やりごぼう抑えます。はい、じゃあ、ロケット圏内じゃなくて、ロケット打たせたいので、ですね。語弊が。よいしょ。で、はい。という感じで、まあ、2期目、2期目ペッカいきます。ジャギンと。本当に必要なのかと言われたら、わかりないですが、まあ、これさすがに守れないでしょうと。これ守ったらね、プロ。OK。OK という感じでね、枯渇にも結構こういう感じで勝てます。序盤は、基本的にインフェルノタワーでね、守られることがないので、ナイトを切ったらギャング、ギャングを切ったらナイトが防衛に来るので、そこら辺を考えてね、逆に。だけど、たまに、工場ガゴとかは、プリンセスウッドとか、プリンセスアイスピーで守られるターンがあるので、相手のね、防衛の傾向とかを把握してっていうとね、多分、難しすぎると思うんですけど、それをね、まあまあまあ、まあ基本的にはギャングかナイトしかないんですね。で、ガゴ群れとかね、いっぱい入れてる人がいたら、まあ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 、許してあげてください。まさかと、日本人の方ですね。よろしく。とりあえず、結合スですね。結合で。結合して、微妙だな。ガゴセパですね。序盤ワンパイガゴセパ。消えるので。あー、トリネは痛い。でもこれされるとね、終わるんですよね、マジで。正直。コウモリと、
ヤングファルチェ、コウモリヤングファルチェってことはスパッキーかな。ここで何が出るかですね。マチョミニペ、あ、メガナイトか。なるほど。メガナイトですとワンチャン追いコウモリとかが来そうで、ギャングにはねやっぱ5存存しておきたいので、ここはまあ無難にペッカですね。本当は3が5だけとかで強要して守りたいんですけど、うわーめんどくさー。しかもこれ多分ギャング出すエリクサーもあるので自信で受けたいですね。でメガナイトっていうことはメガナイトスパーキーなので、多分そのねあれだと思うんですよね。はいはいはい、メガナイトスパーキー、このギャングは流してあげて逆サイゴーストをしていうのでいけようかな。 OK、 今ダッシュ当たった際じゃね結構。あーだる、あーなるほど、これちょっとうまいですね。よいしょ。これに対してはまたねユニット、まあコウモリかな、切らしていき、次メガナイトがあるんでね、ここは工場出さずにガゴセパから様子を見ていきたいなって感じですね。相手もコウモリ切ったらここザップ打っていき、こうするこうやると相手メガナイト出しにくいですよね。めちゃくちゃファルチとかから入ってくるんで、そこにペッカ出していく。でメガナイト逆サイ来たら気合で防衛って感じですね。はいはいはい、はい、これ逆サイ攻めてもあれなんですよね、そのねやられちまうんですよあいつに。なのでこれはポイズンって、これ早かったかザップ、頼むからダッシュでかわせ。あはー、やばい、ちょっとやばい、なんでや、だるい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 、これ一発食らっちゃうからな。いやー終わったマジでこれ、やばい無理なんだよもうマジで無理くねってなるんですけど、吹き矢、吹き矢だけ強要しちゃっていいですねこれ。あーこれ鳥沼来るしな、まあまあ落ち着きっすね一回で、ケツからしやると OKOKOK、OK OK OK、相手がミスしている、ケツからやるとこれスパーキーが来るな、ファルチかな。あーザポッセーマジで、あ、まあまあまあ入ったからいいや。これでまあトリネとかが来るでしょう。おやありがとうと言ってきました。まあまあまあそんな感じでね、さあスパーキーが相手持ってるときは後ろから展開するとそのスパーキー合わせれちゃうんですね。逆に端前今みたいに展開するとね、そのスパーキーが出しにくくなるの で基本的にスパーキーデッキっていうのはね、スパーキーを出したら有利になるんですよ。そうスパーキーを取ってアドを取ってもう一回さっきみたいにねケツスパーキーするっていうのがね基本的な流れなので、まあスパーキーが出てるときは基本的にアド取られちゃいます。そうだから相手を無理してスパーキー出してる以外は基本的にアド取られちゃうので、基本的に攻めないで守る。相手がスパーキーを出していって、それは守って守ってね、だんだんアドを取っていって2周目スパーキーとか守ってね、アドを取っていって今みたいに端前から詰めていくって感じですね。そのスパーキーが出たターンって 4L しか相手なくなるんで当然なんですけど、 4L しかなくなるから、そういうところでね逆サイ工場加護をしてあげると、ギャングとかコウモリで守りたいけど、まあね、そのなんだろう、やばい、ちょっと詰まった、うれ、あーやばい、だるい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 、早くすね早くすね、ペッカ殴りたいから早くすね。オッケーオッケー、こっちはでペッカ加工の形が作れるといいよ。これどうせスケートがありそうなんでザップ構えて、アンチャファルチか、ファルチからのスケかってことは、あこれバルキリーどっちかに裂きたい、おこれは裂けない、これザップ死ぬんけ、しないよな、いや面倒、それずるい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 、はいはい、ずるいです、それはずるいです。とりあえずゴーストで言うのですね、あーこれ真ん中バリティで受けられるわ、同時だったらダメだ、もう最悪だ、下手くそすぎた、あー泣きてー、ちょスケ来いスケ来い、うれ隠れろ隠れろ、もうマジマジ下手くそすぎた、ごめんなさい本当に。これで
バルキリー、ワンチャンバルキリーバルーンアイスピーが来る。で、アイスピーが来ると、そのガゴを出した時にね、アイスピーが当たるとザップ打たれちゃうんで、低め。これはガゴですね。そうなんで、これ回ってんのかな。あ、これいいや。これいっちゃう。ザップ切ったので、アイスピーをいい感じに当てられるとって感じですけど、あ、ファルチェまで引き出せたら美味しいですね。オッケーオッケーオッケー。オッケー。もう一回ぐらいエリキが殴ってくれる。オッケー。センキュー。センキュー、センキュー、センキュー。イヘーよーん。オッケー。でこれでガゴ死なないようにザップ打ってあげます。で、こっちにはプレッシャーかけてあげて、はいはいはい。もうこれしつけだけじゃ乗せられない。こんなの。うい。ビビビって。はいはいはい。もうプレッシャーのかけ方がね、やっぱ、違うんだよね。こっちとら。で、これは待ちます。これは待って、次のバルーンを全力で抑えます。よいしょ。で、これアイスピー当たらないよね。端前に当たって、で、これやるとね、当ててあげると、取るね。ザップでしかね、アイスピを防ぐとトルネザップでしか、これは防がれないので、アイスピだけ避けてあげれば、サンガが無限にいけるって感じですね。はい、って感じで、1Gと、入れた水で。コケーンと、はい、やってあげて、まあ、こんな感じですね。割と強い、割と強いですね、まだ。うん。やっぱりトリトンに慣れちゃうから、トリトンがね、やっぱり強すぎるだけで、ユーノゴガゴ型も結構強いです。はい、まあ、結構今回いい感じじゃないですか。どこにでもトロタイにいる、枯渇、枯渇と枯渇スパーキーと、バルーンですね、まあ、結構いい感じに勝ちにくいようなデッキに勝っていったので、まあ、勝ち方をね、見せれてよかったんじゃないかなと思います。ということで、ね、今日は5年で終わっちゃって、しかも今日結構時間遅くなっちゃってね、そうね、これ理由もあって聞いてください。俺の言い訳を聞いてください。忘れてました、ごめんなさい、ごめんなさい、忘れてました。もうね、リーグをね見てたらね、もう夢中になっちゃってね、リーグを見終わった後もね、見終わった後に撮ってあげたら多分11時以内にあげれるんですけど、忘れてました。忘れて。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、今毎日投稿、やっているので、もしよければね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。そうで、まあね、ファブと、次にもうプレイオフの相手が決まって、僕たちはね、OGN と当たることになったんですけど、ファブが別ブロックに行ったので、決勝で当たる頃にはね、両チーム、世界大会が決まっているということでね、まあ、惜しくも、DNG と、ゲーミーズですね、ちょ、落ちちゃったんですけど、まあ、その分までね、僕らとファブで頑張ってね、世界大会2チームで行きたいと思ってますので、もしよければ応援もよろしくお願いします。ということで、今日は終わりにまいります。バイバイ。